皆さんこんにちは。今度ですね、12月19日の、水道橋にある宝生能楽堂で行われる、御運会という、催しで、小鍛冶という、能を務めることになっているんですけれども、その小鍛冶という曲が、どんな曲なのかというのをですね、ちょっと簡単に、分かりやすく、お伝えできたらと思っています。この小鍛冶っていうのは、とても動きも派手で、退屈しない分かりやすい、初心者向けの、演目となっています。まずですね、時の、天皇、一条天皇が、夢を見るんですね。で、夢で、新しい刀を、打ちなさいという、夢のお告げがあって、で、その命令を受けて、勅使としてですね、立花の道成という人が、三条の小鍛冶宗近という、刀鍛冶に、刀を打つように、その、帝の命令を伝えに、行くところから話が始まります。で、能舞台っていうのは、本舞台、舞台とあと橋がかり、で、構成されてますけれども、何もこう背景のようなものがないので、とても自由に使われるんですね。ですので、ちょっと面白いところですけれども、その橋がかりの先に幕があって、登場人物は幕から舞台に出るわけですけれども、その幕を、人の家にこう見立てるんですね。で、この小鍛冶の場合は、その三条の小鍛冶宗近の家に、見立てて、で、その立花の道成がその幕に向かって、この家に、三条の小鍛冶宗近はいるかっていうふうに、声をかけると、中から、幕が上がって、三条の小鍛冶宗近が、出てくると。で、帝からの、刀を、夢のお告げがあったから刀を打つようにという、命令を伝えるわけですけれども、宗近は、今ですね、相槌を打つ者がいないんですと言って断ります。相槌という言葉ですけれども、今でも相槌を打つって言いますよね。これは、もともとはその刀鍛冶から来た言葉なんですね。刀っていうのは、一人で打つことができなくてですね、師匠と弟子が、2人でこう力を合わせてこう2人でこう交互にこう刀を打って、そうやって出来上がるものなんですね。で、そういう帝に捧げるような、刀ですので、自分に劣らないぐらいの、優秀な、弟子が、相槌を務めてもらわないと、そんな太刀を打つことはできませんと言って、断るんですけれども、でも勅使の方も、帝の命令だから何とかして、打ってくれというふうに、言われてしまいます。で、宗近が、どうしようというふうに、悩んでですね、こういう時はこう神頼みするしかないと言って、自分が信仰している、稲荷明神ですね、京都の稲荷山、稲荷明神に、お願いしに行こうと、するわけですね。で、すると、怪しい、少年、能では、童子と言いますけれども、怪しい少年にこう声をかけられます。で、するとその少年はですね、不思議なことに、あなたは、先ほど、帝から、剣を打てという命令を受けて困ってるんでしょということをなぜかこう知ってるわけですね。今さっきのやり取りをどうしてあなたは知ってるんですかというふうに、不審にこう思うわけですけれども、でするとですね、その童子怪しい少年はいろいろとこう、剣刀剣に関するですね、いろいろな、日本の話あるいは中国の話なんかをしてですね、特に草薙の剣ですね、大和武が恵比寿を退治した時に
まあ、その草薙の剣を使って、こう平らげたわけですけれども、まあ、その時の、物語、なんかをしてですね、でまあ、その、まあ、草薙の剣は、まあ、三種の神、神器の一つに、なってるわけですね。で、まあ、熱田神宮の、まあ、ご神体でもあるわけですけど、まあ、刀剣っていうのが、まあ、単なる、まあ、武器ではなくてですね、こう国を、まあ、守る、まあ、特別なこう力を持ったものというふうに、まあ、考えられていたわけですよね。で、まあ、私が、その帝に、献上する、剣を打つ、手助けをするから、安心して、とりあえずその刀を打つ準備をして待ってなさいと言って、稲荷山の方にこう姿を消すわけですね。で、まあ、最後そうやって、まあ、稲荷山に帰っていくっていうところで、この怪しい少年が、実はその、稲荷山の、稲荷明神の化身だったっていうことを、まあ、ほのめかしているわけなんですね。で、まあ、言われた通りに、宗近が、こう祭壇を、築いてですね、でこう祝詞をあげて、祈っているわけですね。でそうすると、そこに、稲荷明神、稲荷明神お稲荷さんですから、こう狐ですね。ですからこう頭に、狐を、つけてますけれども、稲荷明神が、現れて、で宗近と、宗近の、まあ、相槌を務めて二人で、こう太刀を刀を打つわけですね。で見事に、打ち上げられた、刀を、小狐丸というふうに、名付けて、で表側には、三条の小梶宗近で、裏側には、稲荷明神小狐丸というふうに、こう銘を、入れてですね、まあ、通常、まあ、刀っていうのはその一人の銘しか入ってないわけですけど、この刀は特別にこう二人の、銘が入った、刀として、まあ、帝に、献上されるという、ストーリーになっているんですね。まあ、全体として、まあ、1時間ぐらいで、まあ、非常にコンパクトで、まあ、話も、分かりやすくて、でまあ、後半特にこう動きが、激しい、というところもあってですね、とても分かりやすい、演目ですので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。私の方に、まあ、チケットを申し込み、いただけましたら、当日ですね、私がこう個人的に作成した、解説もお付けします。まあ、ホームページにアドレス載ってますし、あと、まあ Facebook とか Twitter とか、そういったものでも、結構ですので、ご連絡いただけたら、嬉しいです。あと2週間後になりますけれども、頑張って稽古に励んでいるところですので、いい舞台を、お見せできるように、準備していきたいと思います。この日はですね、能の後に、狂言がありまして、それから、むつらという、これは楓の精ですね。まあ、秋の、紅葉の季節の曲ですけれども、京急の、金沢文庫っていうところにある、まあ、正明寺という、お寺を舞台にした、曲なんですけれども、まあ、そのむつら、これはまあ、きれいに、舞う、しっとりとした曲ですね。それと最後に土蜘蛛という曲があって、これも小梶同様に、とてもこう、初心者向けのですね、雲の精をこう退治しに行く話なんですけれども、でこうそうすると、雲の精はこう雲の糸を飛ばしてこう抵抗してこう戦うという、演目で、まあ、その雲の糸を飛ばすのが、まあ、とても見せ場の、演目ですけれども、
ちらもぜひ、余裕があったらですね、最後まで、見て帰っていただけたらと思います。それでは、ご連絡お待ちしております。